白原インコ族は、オウム木インコ科の族である。2種が含まれる。原産地は、ブラジル北部のアマゾン熱帯雨林、ベネズエラ南部そしてギアナ高地である。野生の白原インコは一般に、森林地帯に好んで住み、果実や種子を食べて生活している。白原インコには、黒、緑、黄色、大色、白、そして青、すべての色の羽が見られることから時に、 七色インコと呼ばれることがある。体長25センチメートル前後、体重150グラム前後、頭と足が大きくがっしりした体つきをしている。瞳、交際は暗い赤、目の周りに明るい色のリングを持ち、尾は短くずんぐりした外見をしている。白原インコ族には次の2種が存在する。つぐろ白原インコ、白原インコは、貝鳥として人気が高まってきているが、 種類としては、ズグロシロハラインコが最も一般的である。シロハラインコは人によく懐き、ひっくり返っておもちゃ遊びを楽しむ愉快な鳥として知られている。彼らは、とりわけ上手な飛行家というわけではなく、その代わりに移動のモードに合わせて歩く、跳ねる、あるいは飛ぶことを好む。彼らの挙動は、ローリーやロリキーとのそれが最も近いと言われている。 白原インコはきちんとしつければ静かな鳥ではある。彼らは火災報知機の音に例えられるような特有の呼び鳴きをして見えないところにいる群れの仲間に警告を発したりコンタクトを取ったりする。この鳴き声はジャングルの中で群れの仲間にあるいは隣接するアパートの住人に警告を発するのに十分な高くつんざくようなそして大きな声である。彼らは 非常に活発で、絶え間なく物をいじり回すことを好み、遊ぶことが大好きであり、頻繁に物をかじる。彼らは、他の種類のインコに対して強い警戒心を示したり、攻撃的になることがあるので、白原インコの購入を検討していて、他の種類のインコを飼っていたり、その計画のある場合は、注意が必要である。彼らを遊ばせている時には常に高い注意を払っている必要がある。 頑固で、メガネを盗むことや、かじられては困るものから気をそらすことは、お気に入りの小物やおもちゃで誘惑したとしても容易なことではない。白原インコは、人のモノマネは苦手で、彼らのカイドリとしての魅力は、おしゃべりをする能力よりは、むしろ、彼らの遊びたわむれる様子にこそある。彼らは、単語のモノマネをすることができ、この時は低いガラガラ声でしゃべる。また彼らは、 口笛の音を真似ることもでき、中には新しい呼び声や旋律を作り出すために、レパートリーを創造的に再結合して、さらに大きなレパートリーを持つに至るものもある。また彼らは、電話の着信音や電子レンジのチンなどのような、環境音を真似することを楽しみもする。白原インコは独特な体臭がする。個体によっては強い匂いを持つものもおり、その匂いは乾燥した。 ボール紙のそれに例えられる。購入を検討している場合は事前に鳥に接して、彼らの体臭が不快に感じられないか確認した方が良い。白原イン子族のいずれの種でも、オスとメスは全く同じ外見をしている。メスの方がやや大きいが、体重だけで性別を判別することはできない。性別を判別する手段は、外科的な判別と DNA 検査しかない。 おウむメシタしフォーミス。ありがとうございます。